いどうも。前回の続きのような感じになるけど、今回はこの方。いや、この絵では誰だかわかりませんが。アレクサンドロス三世だよ。アレクサンドロス大王？うむうむ。でもどっちが？アリストテレスの講義を受けるアレクサンドロス、という絵だそうなので、左なのでは。ふむ、いかにも講義を受けてる感じね。いつ頃の人？大体、紀元前4世紀後半。アレクサンドロス大王の方が、1年早く亡くなってるのね。若くして亡くなったからね。ふむ。でもアレクサンドロスさんがすごかったのは、こういう環境に恵まれたっていうのも大きかったんだろうね。当時の世界最高かもしれない先生だしね。前回とのつながりを、大雑把に振り返っておくとこんな感じ。ふむ。ドラコン、ソロン、クレイステネスは、アテネの民主制確立の流れだね。うむうむ。その後、ペルシャ戦争で、民主制が先制に勝ったと。まあ、強かったスパルタは、全然民主的じゃなかったけどね。その後、アテネが全盛、ペリクレス時代。でも調子に乗りすぎて、スパルタ派と対立して、ペロポネソス戦争。うむうむ。で、ごちゃごちゃ揉めてる間に、マケドニアが力をつけて、今回のアレクサンドロス大王の時代と。うむうむ。で、さっき、アレクサンドロスさんは、環境に恵まれたっていう話があったけど、その環境を整えたのが、お父さんのフィリッポス2世。ああ、なんかオリンピック大好きとかで、取り上げた気がする。うむうむ。フィリッポスさんが出した戦車が、オリンピックで優勝して、同じ時期に、アレクサンドロスさんが生まれたので、マケドニア人で初めてオリンピックに出場した人の名前を、我が子につけたそうな。それがアレクサンドロス。でもこの時代に戦車って。なぜ帝国陸軍？戦車とはキャリオットのことだよ。なんだポルナレフさんか。でもなんでわざわざこんな馬車形式にするんだろ。直接乗ればいいのに。クラとかアブミとかのバグの開発が進むまでは、馬に直接乗って戦うのは高等技術だったんだよ。そうなのね。だから古代の人は生まれながらの騎馬民族に大苦戦するよ。なるほど。で、フィリッポス2世は、オリンピックに戦車出すくらい戦車大好きだったけど、馬に直接乗る騎兵の強さも十分わかってて、重騎兵軽騎兵ともに育ててたよ。それで息子のアレクサンドロスさんは、騎兵部隊を存分に使えるのね。うむうむ。さらに、フィリッポスさんは子供の頃、都市国家の定売の人質になってて、あの強い強いスパルタを破った、定売の名将エパミノンダスさんから、ギリシャ流のファランクス戦術も吸収したよ。おう。もう、お父さんからしてすごかったのね。で、フィリッポスさんのすごいところは、ただ真似するだけじゃなく、ファランクスと騎兵を組み合わせて、マケドニア式ファランクスを作り上げたところだよ。何それ。こんな感じで、各兵種を組み合わせるよ。ほうほう。この中で、いかにもファランクスっぽいのが重装歩兵で、フィリッポスさんが採用した、サリッサって呼ばれる、4から6メートルの長槍を装備して、そんな長い槍扱えるの。振るって戦うというより、槍ぶすま用だよ。1列目から5列目の兵士は、サリッサを前に構えて槍ぶすまにして、それより後ろの兵士はサリッサを上に構えて、矢とか投擲を弾くようにするよ。なるほど、頭上も守ろうと。重装歩兵は名前の通り、重い鎧を身につけて、こんな扱いにくい槍持ってるので、活発には動かずに、敵を受け止める役だよ。隣の軽装歩兵は、ヘタイロイと重装歩兵の間に、隙ができないよう繋いだり、ヘタイロイと協力して戦うよ。ヘタイロイって？マケドニア軍の最精鋭重騎兵。大体勝敗を決める働きをするよ。ほうほう。左側の重騎兵とは違うの？左翼の重騎兵は、重装歩兵の側面を守る役割なんだそうな。ふむふむ。最前列は、鎧をつけず、一番身軽に動ける部隊で、歩兵も騎兵も弓を装備。偵察に行ったり、最初に撃ち合ったり、その後は柔軟に援護したり。最後の予備兵は、必要なタイミングで、必要な場所に投入。なるほど。基本的な戦術としては、ファランクスで敵の進撃を受け止めて、その間にヘタイロイが側面に回り込んだり、相手の陣形の弱い部分を食い破って、背後に回ったりして、敵の本陣を包囲攻撃するよ。ふむ。カナトコ戦術とも呼ばれるよ。ファランクスがカナドコで、ヘタイロイが金槌ってわけね。うむうむ。お父さんが編み出して、訓練した戦術を、息子のアレクサンドロスさんは、自在に使いこなしたよ。それで快進撃できたのね。基本的な考え方として、現在でも使われることもある戦術を、紀元前4世紀にフィリッポスさんが生み出してたのさ。すごいねー。こうしてフィリッポス2世は、弱かったマケドニアを強国にして、
BC338 年に、カイロネイアの戦いで、ギリシャのポリス連合軍を撃破。ポリスの時代を終わらせるよ。おう。で、ギリシャを制覇した後、ペルシャ遠征を決定したけど、BC336 年に、護衛兵の手で暗殺されてしまったよ。なんでや。黒幕は、仲の悪かった元奥さんとも言われるけど、真相は謎。なんてこった。で、後を継いだのが、まだ20歳のアレクサンドロスさん。大学2年生じゃない。って、肩書き多いな。もちろん、後を継いだのは、マケドニア王とコリントス同盟盟主だけだけど。意外にも、ファラオにもなってるのね。まあ、あちこち征服したから。シャーハンシャーって何？シャーはペルシャで王っていう意味で。シャーハンシャーは王の中の王。皇帝って感じか。うむうむ。イスカンダルというのは、アラビア語やペルシャ語ではそういう発音になるらしい。ヤマトはアレクサンドロスを目指したのか。っていうか、この写真はピンとこないね。こっちがいいかな。そうそう、こっちが教科書に出てた。さて、アレクサンドロスさんが後を継いだ時、まだ20歳だったので。やっぱりギリシャのショポリスに舐められてしまったよ。まあ、仕方ないね。で、ギリシャをまとめるのに2年くらいかかるんだけど、最大の敵、テーバイと戦った時は、山中を2週間で400キロ移動、なんてこともしたそうな。それは、早いの？秀吉さんの中国大返しが、10日で200キロちょっとだそうだよ。なるほど。じゃあ14日で400キロは異常に早いね。あまりに早かったのでテーバイは対応できず、ジーンとピンダロスさんの生海外は全て破壊されたそうな。ピンダロスさんって何者？有名な詩人だよ。アレクサンドロスさんより、150年くらい前の人だけど。それで残したのか。テーバイが蹂躙されたのを見て、アテネは戦わずに屈服。ということで2年くらいでギリシャをまとめた後、アレクサンドロスさんは、BC334 年からペルシャ遠征に出発。お父さんの意志を継いだのか。大義名分としては、戦士や王に支配され、奴隷の境遇にあるアジアの民を解放するため、と、自ら語ったそうな。ほうほう。ということで、ヘレスポントス、現在のダーダネルス海峡を渡って、まずは小アジアへ。ふむ、今のトルコがあるあたりね。まず戦勝を願って、アキレウスさんのお墓にお参り。そういえばトロイア戦争があったあたりか。なんでもアレクサンドロスさんは、裸になってお墓の周りを3周したそうな。アキレウスさん怒らないのか。わからぬ。その後、グラニコス川で待ち受ける、アケメネス朝ペルシャ軍と戦闘になるよ。これをグラニコス川の戦いというよ。これ、上がペルシャ軍？うむうむ。ペルシャ軍は守ればいいので。川岸で待ち構えて、マケドニア軍が川を渡ってくるところを、射撃しようとするよ。自分から渡っていく必要はないもんね。兵力は？諸説あるけど、マケドニア2万、5000、ペルシャ3万、5000。ふむ。マケドニア軍は、このまま前進していくと的になりそうね。そこでアレクサンドロスさんは、まず、右翼の一部を、被害覚悟で溶かさせるよ。おう。やられちゃったらどうすんだろ。そこは最精鋭の右翼騎兵隊を信じて、で、右翼がなんとか溶かして、敵と戦い始めると、ペルシャ軍もそちらに気を取られ始めて、支援に行こうとする部隊がいたり、持ち場に留まろうとする部隊がいたりして、陣列が乱れるよ。それを観察してたアレクサンドロスさんは、乱れたところを見つけ、残りの右翼部隊を率いて、自ら敵本陣へ突撃。大王自ら。ペルシャの将軍を自ら討ち取ったりするよ。大王自身もやられそうになって、先代からの重臣のクレイトスさんに助けられたりもするんだけどね。所詮ってことで無理したのか。いきなり負けるわけにはいかないからね。で、大王自ら切り込んできたくらいだから。ペルシャ軍の目はみんな、アレクサンドロスさんに引きつけられることになるけど。その混乱の最中、しくしくと川を渡っていたのが、ファランクスを中心とする残りの部隊。つまり、大王自身が敵の目を引きつけたってわけか。自分が一番目立つから、ということで。うむうむ。それで結局、一と二で側面や背後攻撃。散座とかして、カナトコ戦術完成。っていうか、ペルシャ軍の後ろの赤い部隊は何してんの？あれはギリシャ傭兵隊で。あんまり信用されてなかったのか、かなり後ろに置かれてたそうな。おう。で、他の部隊と連携できずに、マケドニアの騎兵にやられたよ。なんと。ということで初戦突破。その後、BC333 年、小アジアのゴルディオンという都市に立ち寄るよ。現在のアンカラの南西の方か。で、何をしに？伝説の、ゴルディアスの結び目というのがあって、荷車が柱に結びつけてあるだけらしいけど、この結び目を解けたものは、アジアの王になる、という言い伝えがあったそうで、アレクサンドロスさんが解いたと。
うんにゃ、叩き切った。これ周りの人が、それは反則でしょう。って言ってるような。そうかもしれない。でまあ、小アジアは大体平定してしまった。今度は BC333 年に、イッソスというところで戦いになるんだけど、今度は、ペルシャ王、ダレイオス3世自らが軍を率いてお出ましになるよ。おう。ただダレイオスさんは、イッソスで戦いたくなんかなかったよ。なんで？海と山地に挟まれた狭い場所なので、ペルシャの大軍を生かしきれない。テルモピュライみたいな場所か。だからもっと東の、開けた場所に陣取ってたんだけど。それがなんでわざわざイッソスに？それはよくわからないそうだけど、ダレイオス軍が、先発隊と本隊に分かれている、という情報を得て、合流する前に叩こうと思った、という説と、大軍なので、のんびりしてると食料とかなくなっちゃうから急いだ、という説があるよ。なるほど。後者の説によると、アレクサンドロスさんは、わざとイッソスあたりでのんびりして、ペルシャ軍をおびき寄せたとのこと。いかにもやりそう。で、ピナロス川を挟んで退治。また川を挟んだのね。赤い方がペルシャ軍だよ。ふむ。ペルシャ軍は、海側の方に戦力を集中してたよ。なんで？山側は地形が険しいので、渡河が難しいと思ってたから。あっちからは来ないと思ってたのね。うむうむ。ところが、アレクさんは例によって、右翼にヘタイロイ、最精鋭騎馬隊を配置。地形が険しい方にわざわざ。ところで兵力は？マケドニアが4万ちょっと、ペルシャは最大で10万ちょっと。ふむ。まずペルシャが、圧倒的兵力で海側を崩しに来るよ。そこを崩して即敗を取れば、ペルシャの勝ちだね。うむうむ。なのでマケドニア左翼は、必死で持ちこたえるよ。その間に、アレクサンドロスさんのいる右翼。地形が険しいところを溶かしてたら、対岸から射撃されて大混乱になってしまう恐れがあるので。まず、精鋭歩兵が川を渡ることにするよ。まあ、徒歩の方が地形に対応しやすいよね。で、この時は、大王自ら歩兵を率いて川を渡るよ。おお。一番危険な仕事を。救いは、ペルシャの山側の戦力は手薄なこと。で、アレクさんはなんとか川を渡り切って、橋頭保確保。そこに防御陣を築いて、安全確保した上で、ヘタイロイを溶かさせるよ。ヘタイロイが川を渡ってしまったら、手薄なペルシャ軍ではどうにもならないね。うむうむ。とはいえ、急がないとマケドニア左翼がやばいので、アレクさん、今度は騎乗してヘタイロイを引き、ペルシャ本陣へ突撃。おお。ちなみにこれは、その時の絵だと言われてるよ。あの有名な絵は、イッソスだったのね。さて、ダレイオス3世としては、海側はもうすぐ押し切れそうなので、このまま行けば勝利と思ってたところ、来るとは思ってもいなかった山側から、他でもないアレクサンドロスその人が現れたので、びっくりして戦場から逃走してしまったよ。おう。前回もそうだったけど、ペルシャ王、自分だけ逃げるって多くない？まあ結局、王が逃げたのでペルシャ軍敗北となりました。ペルシャ王自ら率いる軍が敗れたのは、これが初めてだそうで。あれ、ペルシャ戦争の時にギリシャに負けてなかったっけ？クセルクセス1世は、戦う前にやる気なくして帰っちゃったから。なるほど。この後アレクさんは、イッソスから海岸図体に、地中海沿岸の都市を、片っ端から征服していくよ。なんで？ペルシャ海軍を動けなくするため。港を全部押さえちゃおうっていうのね。そこで強敵となったのが、エジプトか。うんにゃ、ゲルス。ゲルスか。フェニキア人の都市だよ。ゲルスを拡大するとこうなるけど、この辺り、昔は島だったんだよ。今は半島なのね。ひょっとして。当時ゲルスは、海岸から800メートル離れたところにある島で、高さ45メートルの城壁に囲まれた、海上要塞だったんだよ。おう。さすがのアレクサンドロスさんも、これは攻めあぐねたよ。そこでアレクさんが考えた作戦が、この地形の変化を見ればなんとなくわかる。島まで埋め立てて道を作れ。無茶ぶりでたー。で、最初は妨害されたり、嵐で全部壊れちゃったりしたけど、なんとか島まで届く道を作ることができたよ。マケドニア工兵隊すごいな。もちろん最初は、こんな半島じゃなくて、もっと細い道だったんだけど、これでこの道を使って、城壁を壊しに来るのかと思いきや。いや、苦労して作ったんだから、誰だってそう思うでしょ。誰だってそう考えるから、ゲルスの軍も道の方へ集中。その隙に、あらかじめ調べて、弱いと分かってた南端城壁に、波状椎装備の特殊船で近づいて破壊。なんてこった。ここからなだれ込んで、ゲルスを制圧したよ。おう。でもこれも、かなとこ戦術の応用かもしれないね。そういう風にも見えるね。この後は、無抵抗のエジプトを征服して、アレクさんはファラオとなるよ。
エジプト無抵抗かよ。だってアレクさん怖いもの。ティルス市民、みんな奴隷として売られちゃったし。おう。で、エジプトにアレクサンドリアを建設。これは現在まで残ってるよ。そうだね。ということで BC331 年、アケメネス朝との最終決戦、ガウガメラだよ。アルベラの戦いって習った気がする。そうだね。ダレイオス3世は必勝を期して、最大25万と言われる兵力を集め、大軍とキャリオット隊を動かしやすい平原を選び、前もって聖地までして待ち構えたよ。おう。マケドニア軍の兵力は ?4 万7千と言われてるよ。兵力差が大きいね。ただ、ペルシャ軍は必死にかき集めた兵力だったので、武装も練度もかなり劣っていたそうな。なるほど。まあとにかく、ガウガメラの平原で退治。今度は川がないね。うむうむ。でもなんで、アレクサンドロスさんほどの人が、敵が聖地までして大軍で待ち構えてるところに行くんだろ。一説によると、相手に十分力を出させた上で、さらにそれを上回れば。何その無縁命流的発想。もう何をしてもアレクサンドロスには勝てない。という恐怖を相手に植え付けることができると。逆に、アレクサンドロスさんの名声は高まると。それにしても、4万、7千対25万はリスクが大きすぎるのでは。そこはなんとかする自信があったんでしょ。とはいえ、相手の方が大軍。人列はペルシャ軍の方が、1キロから2キロも長かったそうな。とんでもないな。ということでペルシャ軍は、両翼から包囲する構え。それでアレクサンドロス軍は、両翼の騎兵隊を折り曲げて、側面を守ってるのね。うむうむ。でもこのままじゃ自利品ね。そこでアレクサンは、敵陣に対して、垂直に進軍するのではなく、軍全体を、薄く斜めに動かし始めるよ。なぜそんな動きを。こういう動きをすると、隊列が伸びてしまって、途中で切れて、隙間ができてしまうことが多いけど、練度の高いマケドニア軍は、こういう動きを整然とやってのけたよ。でもそれで何かメリットが？練度の低いペルシャ軍が、それに誘われて同じように動こうとすると。なるほど。まあとりあえず、ダレイオス3世は、このまま横に動かれては、せっかく整地した有利なフィールドから出てしまう。と考えて、騎兵で側面を叩きに行かせるよ。ふむ、それで動きを止めようと。この後、ダレイオスさんが頼みにしていた、200両の大釜付きキャリオットを突撃させたけど。この大軍で、200両って意味があるのかね。統制の取れたアレクサンドロス軍なので、さっとやり過ごして、キャリオットの勢いがなくなったところを、弓とか投げ槍で仕留めたよ。やっぱり。その間も、2のあたりで激戦が繰り広げられて、ペルシャ軍の左翼が、そちらに集中するようになったので、敵陣に隙間ができたよ。これを待っていた。アレクさんはこのチャンスを見逃さなかったよ。ヘタイロイと、中央ファランクス右半分の、軽装歩兵を率いて突撃。目指すは中央にいるダレイオス3世。敵の陣列を食い破って背後に回り込み、少し遅れてきた軽装歩兵とヘタイロイで、ダレイオスさんを攻撃する形になるよ。ダレイオスさんはどうする？逃げたよ。おう。でも実は、ペルシャ軍にも勝機があって、アレクサンドロス軍の、右半分が突撃したということで、ファランクスが真ん中で切れちゃったので、ペルシャ騎兵が中央突破してたのだ。おう。このペルシャ騎兵が反転して、アレクサンドロス軍の背後をつけば、逆転の可能性もあったけど、そうしなかったの？ペルシャ騎兵はそのまま突き抜けて、マケドニア軍の補給基地で略奪しただけだったよ。全然統制が取れてなかったのね。なんてことをやってるうちに、ダレイオス3世は逃走して、その知らせが行き渡ったので、ペルシャ軍は敗走ということになりました。おう。結局この敗戦の後、ダレイオス3世は部下にやられてしまって、アケメネス朝滅亡となりました。BC330 年のこと。BC334 年、アレクさんが統制に出る直前は、困難広かったアケメネス朝だけど、わずか4年後には、綺麗さっぱりなくなってしまったよ。4年で。その後順調に征服を進めるけど、BC328 年に大事件が。何があった？先代からの重臣で、アレクサンドロスさんの叔母の弟でもあって、グラニコス川の戦いでは、アレクサンドロスさんの命を救ったクレイトンさんと、酔った勢いで喧嘩して、槍で刺殺してしまったよ。ええ。それはダメダメなやつじゃん。アレクさんは酔いが覚めた後、3日3晩引きこもって泣きわめいたそうな。何してんの？でもさらに統制は続くよ。ついにインドに侵入。BC326 年に、ヒュダスペスカ藩で、古代インド諸侯の一人、ボロス王と戦うよ。古代インドの歴史でも見たね。うむうむ。ヒュダスペスカ藩の戦いというよ。でまあこれもアレクさんが勝つんだけど、
インド兵がバタバタ倒れていく中、一人鬼神のごとく戦い続けるボロス王を見て、アレクさんは感心したのか。戦後は、ボロス王を友人として扱って、領地もすべて安堵したそうな。そうだったね。で、アレクさんはこの後、さらに進撃を続けようとするけど、さすがに部下たちに、もうこれくらいで勘弁してください。って懇願されたので、やっと国に帰ることにしたよ。これで平穏な日々に戻れるかと思ったけど、BC324 年、親友のヘファイステオンさんが病に倒れ、7日間苦しんで亡くなってしまうよ。おう。恋人説もあるけど。え、ヘファイステオンさんって女性？男性。BL ネタになりそうだな。最愛の親友が亡くなって、アレクさんはとんでもなく取り乱し、石を処刑した後。おう。また3日間引きこもって泣き続け、その後、ヘファイステオンさんを神として祀ったよ。でもよほど悲しくて、力を失ってしまったのか。アレクサンドロスさん自身も、翌年、熱病で亡くなったよ。満32歳のことでした。人生を駆け抜けた感じだね。うむうむ。ちなみに亡くなるとき、後継者は指名しなかったそうで。その上、一説によると、強い奴が継げばいいよなんて言い残したそうで。そのせいか、大王が亡くなった後は、ディアドコイ、後継者戦争が始まって、すぐにバラバラになってしまったよ。そりゃ仕方ないね。ということで、長くなったので速攻退却。では私も。ということで、皆様、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&高評価、よろしくお願いします。ではでは。